フィリップ6世は、バロア朝初代のフランス王。アンジューク、メーヌクを兼ねる。フィリップ3世の4男バロアクシャルルと最初の日、マルグリット・ダンジューの子。最初の日は、ブルゴーニュコ・ロベール2世の娘ジャンヌ。裁判年に、エブルーク、ナバラ王、フィリップ・デブルーの娘ブランシュ・デブルーと再婚した。1325年に、父バロア博シャルルが死去し、 バロア白衣を継承した。1328年にシャルル4世が男子を残さず、亡くなり、妊娠中であった、シャルル4世の王妃ジャンヌデブルーが、その没後に出産したのは、ジョジ・ブランシュであった。こうしてフィリップ4世の男系男子が途絶えたため、フィリップ3世の男系の孫として、貴族と聖職者の会議で、フィリップが選ばれて即位した。すでに12年前、ルイ10世死去の際、 フランク人の古法であるサリカ法を根拠に女系継承を排除していたため、フィリップ四世の女系の孫であるイングランド王エドワード三世が王位継承権を主張したものの、フィリップの即位は意義なく受け入れられた。しかし、それまで同君連合のもとにあったナバラ王国では女系継承が認められており、またフィリップ自身はナバラ王家の血を引いていなかったため、 ルイ十世の娘ジャンヌが王位を継承した。1328年、3年前から、食不幸の市民と農民の反乱に苦しんでいた、フランドルハクルイ一世を援助し、8月23日、カッセルで反乱軍に勝利する。翌年、フランス王位候補者の一人だったイングランド王、エドワード三世が、フィリップの王位を認め、ギュイエンヌの所有について、アミアンで、 真珠の先生を行った。ところが1333年、エドワードと対立したスコットランド王デイビッド2世がフランスに亡命してきた際、フィリップがこれを歓迎した。一方エドワード3世もアルトワ伯領をめぐって、フィリップ6世と対立していたロベール3世ダルトワの亡命を受け入れていた。 フィリップ6世が、ロベール3世ダルトアの引き渡しを、エドワード3世に要求するも拒否されると、フィリップ6世はエドワードに対しアキテ定抜高量及び、ポンティーユー伯の没収を、宣言、1337年に始まる、英物百年戦争が勃発した。1340年には、エドワード3世は、フランス王を称した。三百四十年六月十三日、 フィリップの艦隊はスロイスの海戦でイングランドに敗れる。さらに1346年8月26日、クレシーの戦いでフランス軍は意図も多いなる、かつ意図も恐るべきと歴史家、ジャンフロワサールに言わしめたほどの敗北を期した。翌年カレーを占領され、経済は混乱した。塩の1000倍特権を制定して、これに対処したが、 流れを押しとどめることはできなかった。国死病が流行し、国内が混乱する中で1350人に死亡し、長子のジャン2世が後を継いだ。なお、グルノーブル近辺のドーフィネ料を購入し、息子のジャンに与えられるはずだったが、バイバイの成立以前に、フィリップ本人は死んだため、孫のシャルルに与えられた。これ以降、ドーファンは、フランス王大使に与えられたため、 その称号となった。1313 13年に結婚したジャンヌ・ド・ブルボーニュとの間に以下の子女を設けた。1350年1月19日にブランシュ・デブルーと再婚し、一条を設けた。ありがとうございます。